アンジュー朝時代のハンガリーの旗、ハンガリー・アンジュ朝は、1308年から1395年まで、ハンガリー王国を支配した王朝。フランスカペー家の氏族で、ナポリオ王国を支配した、アンジュー・シチリア家の支流による王朝である。この王朝下でハンガリーは黄金時代を迎えたが、王国衰退の永遠が発芽した時代でもあった。カワロ一世1301年に、 アンドラーシュ三世が死死を設けることなく、没したことにより、アールパード朝は断絶する。ハンガリー貴族は、アールパード家の女系子孫から国王を迎えることにし、ボヘミアのプシェミスル家からベンツェル、バイエルンのビッテルスバッハ家から、シモバイエルン公王と三世が、ハンガリー王位に就いたが、いずれも短期間の在位に終わった。アンジュ家のナポリオカルロ二世の長男、カルロマルテロは、 ハンガリー王イシュトバーン5世の娘、マーリアが母であり、1290年にオジラー・スロー4世が暗殺された後に、自身の王位継承を主張して、アンドラーシュ3世の即位を認めず、教皇ニコラウス4世の承認のもとに、名目上のハンガリー王を称していたが、すでに1295年に死去していた。しかしその息子、カルロロベルトは、1308年に、 カーロイ一世として即位することになった。これがハンガリーアン十朝の始まりである。カーロイ一世の知性はハンガリーの再建にほとんど費やされた。すなわち金属の独占と通貨改革で国庫収入を安定させたのである。折からの銀山出高の増大が一層の拍車をかけた。カーロイ一世の主制的な政策は対外政策にも現れた。ダルマチアを ベネツィア共和国に割上し、ボスニアへの支配を名目的なものに止めたからである。もっとも、カーロイ一世への対外政策は、必ずしも、主制的ではなかった。傍聴著,著しいハプスブルク家に対抗するために、1335年に、ボヘミア王ヨハンと、ポーランドオブアディスワフ一世を仲裁することによって、ハンガリー・ボヘミア・ポーランドの三カ国連合を築こうと、したからである。これは、 婚姻政策にも現れており、カーロイ一世の最初の日、マーリアは、ピアスト家の子族出身、二番目の日ベアトリクスは、ヨハンの妹、三番目の日、エルジェーベトは、ブワディスワフ一世の娘であった。特に最後の結婚は、ハンガリー・ポーランド連合王国への道を開く、ものであった。ラヨシュ一世1343年に、カーロイ一世が死去し、最後の王妃、 LJ ベトとの間に設けたラヨシュ一世が新たに王位についた。ラヨシュ一世は不王とは異なり、積極的な対外政策を行い、大王とも騎士王とも呼ばれた。しかし、内実が伴わない政策がほとんどであり、衰退の兆しが現れる。バルカン政策、編集、ハンガリーによるビディン占領も参照元来。 ハンガリーは13世紀以降からバルカン半島は自国の支配下にあると考えていたが、ラヨシュ一世はこれを実現しようとした。宿敵であったセルビア王ステファンウロシュ四世、ルシャンの死がこれに拍車をかけた。ラヨシュ一世は数回にわたり、セルビア、ブルガリア、ボスニア、ワラキア、モルダビアに軍を進めた。遠征は数年にも及んだが、成果としては、 名目的な支配権を認めさせるに止まった。また、この時代には、オスマン帝国が勢力を膨張させつつあったが、1375年に、これを破っている。ナポリアドリア政策、編集、ライヨシュ一世のナポリエンセイも参照ライヨシュ一世が、バルカン政策と並んで、生涯を費やしたのが、ナポリ王位の請求である。ライヨシュ一世が、ハンガリー王位についた、 翌年の1343年にナポリオ・ロベルトが死去した。その孫娘・ジョバンナ・一世は、ラヨシュ・一世の弟、アンドラーシュを最初の夫として共同統治することになったが、アンドラーシュは王廃の地位に止められた上、1345年に暗殺された。ラヨシュ・一世はこれを後期として、ナポリオーを要求して、軍を進め、1347年に、 王とナポリを占領する。しかし、ローマ教皇クレメンス六世の介入により、請求を捨てざるを得なくなった。あとの1382年、ラヨシュ一世は、自分の息のかかった同族のドゥラッツをコーカルロに、序盤な一世を暗殺させ、カルロ三世として大いにつけている。他方、1356年に始まったベネツィアとの戦いでは、ダルマチアを奪還したばかりではなく、 ラグーザ共和国まで兵を進めている。そして1358年のザーラ条約でアドリア海の覇権を確かなものにした。ポーランドとの連合、編集、ポーランド安住長も参照1370年に母エルジェーベとトの弟であるポーランド王カジミエシュ3世が死しなくして母子し、母の働きにより、ラヨシュ1世がルドビク1世としてポーランド王位についた。 しかしその王権は不安定なもので、シュラフタへの過度の特権情報を余儀なくされた。一方、ハンガリーでもラツクフィー家、ガライ家、ホルバート家といった大貴族が力を増した。ハンガリー・ポーランド両国で貴族の権限が増加したことは、両国の王権の衰退を意味するものであり、滅亡の永因となっていく。ラヨシュ一世は1382年に死去し、 王国は年長の娘、マーリアが継承する。これに対して、ハンガリーとの連合を嫌うポーランド貴族は、マーリアの妹、ヘドビグを女王として、同訓連合を解消する。他方、ハンガリー国内でもマーリアの即位をめぐって、貴族間で抗争が勃発する。これを後期と見たナポリオ・カルロ三世はハンガリーに、軍を進め、1385年に、カーロイ二世として即位するが、 翌1386年に暗殺された。その後いくつかの段階を経て、マーリアが言い名付けであるルクセンブルクや出身のジグモンドと共同でハンガリーを治めることになった。マーリアは夫との間に子を設けることなく1395年に没し、ポーランドを相続した妹とヤドビガも夫との間に子を設けることなく死去した。アンジュー家による東欧支配は、 女系の決闘でも続かずに終焉を迎えた。ありがとうございます。